日本関東地方千葉県市川市国部国分は千葉県市川市にある地名。現行行政地名は国部1丁目から国分7丁目。郵便番号は272-0834。下宇佐国分寺の置かれた場所である市川市北部に位置する地域内は住宅街と林、農地が混在しており、 下宇佐国分寺等の寺社が所在する。東部には東京外環自動車道が通り、市川北インターチェンジが置かれている。また、市内の館の、八幡ママなどとともに、文学者や小説家、作家に、縁のある地で、小説家、劇作家である、井上久志が居住していた。一丁目に、東京東新洋金庫市川支店。三丁目に、下宇佐国分寺。 4丁目に、和洋河野大女子中学校、6丁目に、市川国部郵便局がある。東は、東国分、西は河野大、南は、諏訪田、ママ、北は中国分、堀の内と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、国部1の6の14の地点で16万4千円、平方メートルとなっている。当に置かれた。 下佐国分寺から、2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。下佐国分寺南大門 AB、町長別人口。市川市。2017年11月6日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月7日閲覧。 市外局番の一覧、総務省、2017年5月29日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、小中学校の通学区域、市川市、2017年11月7日閲覧、ありがとうございます。